いい風。もう春の匂いがしますね。なんだか夢を見ているみたいです。あなたと恋人同士になって、こうして肩を並べているなんて。何度も想像はしましたけど、いざ現実になってみると、幸せっていうより不思議な気がします。ええ、でも夢ならいつか覚めてしまうけど、これは決して覚めない現実。大丈夫です。もしこれが夢で覚めてしまったら、もう一度あなたに告白しますから。ダメですよ、これは夢じゃありません。前の私なら、これが夢なら覚めないでって言ったと思います。でも今はそれじゃいけないと思うんです。どんなに素敵な夢でも、夢は夢。せっかくの素敵な夢なら叶えなくちゃもったいないです。経験者は語るっていうところですね。あのままあなたに告白しないでいたら、こんな素敵な現実を迎えることはできませんでしたから。ヒントです。